ビデオのこれキャッチャーの持っていていい？すみません、すみません、すみません、お世話です。開けてもらえますか？すみません。いや、こちらこそ。はいはい。入る方入ったらなんじゃ。あ、お願いします。あのマンホールバークラブです。1番目の、はい、お願いします。ピアノは使っていいんですか？大丈夫です、大丈夫です、はいはい。あ、ちょ、一回あれ見といて、音だけ。ギタースタートあるわ。オッケーオッケーオッケーですね、うん、どんどんよなってた。あ、いいっすそうですみなさんこんにちは。第7回郡山音楽祭学レセプションホールのプログラムを開始させていただきたいと思います。本日 MC を務めさせていただきます、大阪アニメーションカレッジ専門学校2年西村美希と、同じく大阪アニメーションカレッジ専門学校1年西村虎之介です。よろしくお願いします。たくさんの人が出演していただき、そしてお客様が喜んでくださり、そして私たちが少しお手伝いさせていただいて、とうとう7回目を迎えることになりました。今年のテーマは進むというテーマになっております。立ち止まることなくどん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 進んで、ますます郡山を盛り上げていこうと私たち意気込んでおります。一日よろしくお願いいたします。結成6年を記念した初アルバムも制作されていて、夢はなんと紅白出場ということです。親父パワーあふれる実力派バンドの演奏をぜひお楽しみください。それじゃあお待たせいたしました、マホルバクラブと申します。よろしくお願いいたします。僕らもオリジナルなんですよね。若い頑張るサラリーマンを応援する応援ソングとして作った歌で、その歌から聴いてください。タイトルは「輝けサラリーマン」。南都銀行の、ね、OB と現役による、ね、親父バンドでございます。今日はちょっと営業してきたわけでございませんが、2009年訂正いたしまして、今年で7年目となります。今日はこの郡山音楽祭、本当に今回7回目ということで、おめでとうございます。大和郡山一円、ね、音楽いっぱいなんということで、本当にこの素晴らしいイベント、今回3回目の参加なんですが、それなのに僕ら人間どうして「
たのは突然なんですが、今年終戦70年、戦後70年でございます。ちょっとこれから歌う歌は、僕が20年前に仕事の中で出会った実話をね元にして作った反戦歌であります。ちょっとね物語、タイトルは終戦50年後に帰ってきた手紙、聞いてください。昭和20年、遠い昔の記憶だが、あの光景とあの日の出来事は一日も忘れたことはない。キューバ州にいた多くの日本人が舞鶴港を引き上げていた。私も現地の中国人女性との間に生まれた幼い娘を連れて港にたどり着いた。娘の名前は綾音、当時5歳。35歳、友人の紹介で結婚、2人の娘が生まれ、幸せな日々だった。創業30年で上場を果たして、従業員も相当に増えて、世間ではまさに成功した日本男子の象徴だった。でも満たされない何かをいつも心の中のどこかで感じていた。今も綾子という名前で生きていた。遠い昔に生き別れた愛しい娘、50年の歳月過ぎても綾子だと分かった、大阪で自転車を営む親切な夫婦に引き取られて暮らしていたらしい。幼い子供が母親からの手紙を胸に持って、あの動乱の日本を一人で生きた苦労は計り知れないものだろう。綾子は笑顔で幸せな人生だったという。私に対する恨みなど一切なかったと言った。世間で成功者としてもてはやされ、自分の生き方誇りを持ってた私の人生など、綾子の人生に比べるとどんなに詫びても足りるものではない。君が育ててもらった、君が愛するご両親のご厚意で、最後の数ヶ月を綾子と親子で入れた。本当に感謝している。もしも許してくれるなら、君が大切にしているお母さんからの手紙を私の亡骸と一緒に入れてもらえないか。その手紙が50年間の君の人生を知っているなら、せめて少しだけでもそれを背負って私は死にたい。本当にありがとう。会えてよかった。はい、どうも。僕らの後も、ね、この会場ではまだまだ多くのミュージシャン出られますので、最後に郡山をお話しよろしくお願いします。それでは最後にね、ちょっと奈良にちなんだ歌を作りまして、そのオリジナルなんですが、聴いていただきたいと思います。東海を、ね、舞台にしたラブソングですが、その歌を最後に聴いていただいてお話したいと思います。本日本当にありがとうございました。まるでホタルミナ海辺に漂うようなろうそく明かりがきらめく
音の街ありがとうございます。そうそうそう最近ちょっとあのあれも歌も僕もいやらしな、いやらしい歌い方なんですけど、どんどんね。すみません、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでした。ああ、そう。はいはいはい。あ、なんかさ、もうあの、クロ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 よいしょ、エレベーター使いません、エレベーター行こうか、はいはいはい、ここでも撮ってもらってマニー。こんなとこでも、こんなとこでもええよな、こうちょうどな。音響やったら絶対ええよな、ここは。うん。ねえ、ここ絶対音響ええよな、自然は。見せた。見ますけど。